俺の名前は近藤誠、まっすぐな男に育つようにって親父がつけた名前らしい。そう、ここは刑務所だ。なんでヤクザの子供になんか生まれちまったんだろう。俺の母親は地元では有名な不良だった。18歳の時、俺を妊娠しちまったせいで、当時ヤクザの末端構成員だった親父と結婚したらしい。社会から疎まれるようなドキュンカップル、その間に生まれたのが俺ってわけ。でも幸せだったんだ。しかし、そんな家族の生活は長く続かなかった。話せよこれ、話せ。おとなしくしろ。親父がヤクの密売で逮捕された。お父さん。親父はヤクザだってことは隠していたみたいだけど、逮捕されたとなったら噂が広まるのは一瞬。それから俺の地獄のような人生が始まった。まずは保育園からの入園拒否。なんでですか、子供に罪はないでしょ。そう言われましても。ヤクザの子供がいると他の子供の親が心配するから。だってさ、どこも面倒見てくれない。そんなある日、お袋が家に男を連れ込むようになった。あんたちょっと遊びに行ってきな。え、ねえ早くしようよ。なんだよ、とんでもない。その後間もなく、お袋は俺を置いて男と家を出て行った。身寄りがいなくなった俺は児童養護施設で生活することになった。お名前教えてくれるかい。近藤誠。施設のおかげでなんとか生きていけた。しかし中学に入った頃から次第に荒れるようになっていった。地元の暴走族に所属して喧嘩に明け暮れる毎日。窃盗、恐喝、暴行、欲しいものを手に入れるために何でもやった。でも俺は一つだけ決めていることがあった。それはヤクザにはならないってこと。1年留年したが、高校をやっと卒業した俺は心を入れ替え就職活動を始めた。ところが。ご両親の職業は？両親は離婚していて、今はどちらとも一緒に暮らしていません。では、もともとは何をされていましたか？それは、その面接では親のことを聞かれて答えられずアウト。社会に出ても厄介者扱い。そんな自分の境遇に絶望した俺の生活は荒んでいった。全部あいつらのせいだ。そんな時だった。おいお前、まことじゃねえか。あ、そこにいたのは親父。久しぶりじゃねえか。何年ぶりだ。なんだしけたつらして。俺の人生をめちゃくちゃにした男、一瞬で頭に血が昇った。そして気がついた時には親父を殴り殺していた。親父のような犯罪者にはならないって決めていたんだけどな。犯罪者には犯罪者の血が流れてるってことなのか。子供は親を選べない。俺がヤクザの子供じゃなかったらどんな人生送ってたんだろうな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。他の動画もぜひ。